ダウンフラットダウンレールに挑みます。次はフラットダウンフラットレール。ここでノーズプレスが決まりました。フィフティフィフティを決めます。ここでフレームレール、大きく完璧な5-4出ました。7-2 Cレールを決めます。滑らかなノーズプレス、コークからタイトなグラブです。これはいい高さです。スタイリッシュなトリックを期待しましょう。大技のチャンスです。いい高さのジャンプ、ここで何を決めるのか。コークからクリーンなグラブ、タブロックから滑らかなランディングです。